皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、夫婦関係も生徒さんの関係もあなたの内面が映し出されている鏡です、ということについてお話をしてみたいと思います。クライアントさんといろいろね話をしていると、もちろんいい方ばっかりが集まってくるようなケースとかもありますけれども、その方にとってあまりこう望ましくないお客様とか、ちょっと種類が違うかなっていう方が集まってくるようなケースとか、その場合には、あなたの内面が、そのまま鏡になって外に出ているということなので、それをですね、自分なりきにこう分析してみて、そういう方を寄せ付けない、ないしはもう楽しい方ばっかり集めていく風に、しようということの勧めをしたくてですね、今日のお話をしていきたいというふうに思います。まずですね、夫婦関係とあと生徒さんとの関係っていう部分で集まってきちゃう層の部分っていうのは、ちょっと実は似てるところとかがあって、旦那さんとの関係性においてですね、自分の言いたいことを普段からあまり言わないようにして我慢をしているようなタイプの人っていうのは、やっぱ旦那さんの方にこうわーっと言われると、こう黙ってこう悶々としながらもこうなんかやっちゃうとかっていうタイプ。そうすると似たようなやっぱわーっていうようなタイプの生徒さんとかが来たりとかして、でそれをなんか言うこと聞いてるうちにストレスフルになるとか、その似たような状況と、性質のものとかが同じような局面で現れてくるケースが多かったりします。で、全てが連動するわけじゃないんですよ。だけれども、要は人っていうのはその人の考え方とか行動とか動き方によって外界の世界っていうのは変わっていく風になるので、前にメンタリストのね、大吾さんが、いじめられっ子だった時にっていう話を何か動画で見たのかな。で、いじめられっ子だったんですよ。で、ただ単にそのまんましているだけだといじめっ子たちが増長して、ある時もう殺してもいいじゃないけど、それぐらいの殺意を持ってなんかナタを投げたとかって言って、でそれがその同級生の違うところの横っちょがなんかにバンって当たったらしいですけどね。確かなんかそんな動画があって、間違ってたらごめんなさいね、あったような気がするんですけど、それによってもいじめっ子たちのもう顔色が変わって一変して、それからいじめられなくなった。要はいじめられるのを受け止めているからいじめられる状態になっていたのであって、本当はそうじゃないっていう状態を外に主張した途端にその世界が一変したって、なんで何年もこれ我慢してたんだろうってその一瞬で思ったっていうのを、確か何かのインタビューで答えてるのを聞いたことがあります。だからそのうちにこもる思いとかがあるような場合っていうのは、外界のものっていうのはそのうちにこもったものが映し出されるから、そういう状態ができてきてしまうわけなので、基本外側と内側っていうのがそのどこまで素の状態で近づけられるかっていうのも多分課題になってくるんですよね。例えば本人にそこまでこう悪気とか意図がなかったにしても、ちょっと取り繕ってる自分とか、その見せたい自分っていうのを強めにした状態で SNS とか発信していたりすると、やっぱりその絵を見た人が来ちゃうわけですよね、教室とかに。そうすると本来の自分じゃない発信をしてるから、その本来の自分じゃない人を気に入って来てくれる人を呼んでしまうことになるので、自分は結構ストレスフルになったりとかしますよね。だからなるだけ外向きの発信っていうのは自分の本当の気持ちと本心と近づける方がストレスは多分少ないです。自分の丸ごとな状態で、そのまんまを
発信していくことになりますからね。でこれをじゃあなんで一般の人っていうのはやりにくいのかっていうと、嫌われるのが怖いからです。で嫌われるのが怖いっていうのは、何かを言われるんじゃないかとか、こんなことを言われて批判されるのが嫌とか、まあメンタル面で自分がそれを受け止めきれないと自覚しているようなタイプの人は割とそういう考えになりがちなんですけど、全員が全員強くはいれないのも知ってます。育った環境とかも違うし、どういう経験をしてきたかっていうのは違うので、私の言うことは私の価値観であって、他の人の価値観を否定することではないのですが、事象としてですね、取り繕うような形での発信をしているタイプの人は、その取り繕われた姿を気に入った人が集まっちゃう可能性があるっていう、だからもともとギャップがある人を自分が集めてるということっていう、それを伝えたいだけなんですよ。で発信が正直なことを言えないケースは、嫌われるのが怖いとかね、まあそういうようなケースとかがあると、自分の本心を言わないとか、こういう自分ですよっていうのを外向きに言えないタイプの人とかが多かったりとかしています。そうすると結局意にそぐわない人が集まると、教室やってても楽しくないとか、自分の中で勝手にね、また思い込んで、生徒さんがこんなことを、私のことをこんなふうに、なんだっけな、帰り道とかかな、なんかにこういうふうに噂しているっていうのを違う生徒さんから聞いたとかね、まあある意味どうでもいいっていうか、噂されない方が本当はいいですよ、うん、悪い噂ね。だけれども、もともとそういう噂好きな人を集める傾向にあるのは、その方がそういう噂を気にするタイプの人だったりすると、そういう人が集まりやすいんですよね。わかりますかね、さっきの大吾さんのいじめられる人といじめっ子の関係みたいな感じ。だから大概そこっていうのは、調和が取れてしまう、内面がそのまま外面が外の世界になるケースが多いので、自分が発信する内容とかホームページに表していく内容は、なるべく本当の気持ちだったり素の気持ちの部分を表現できるように外向きに発信する方がギャップはないから、変な人は集まりにくいです。変な人っていうのは自分にとって変な人です。他の人にとってはウェルカムな人かもしれないって、ここもとポイントですよ。その人は自分にとっては今一つだけれども、他の人にとっては何ら問題がないっていう場合も当然ね、ありますのでね。そこの部分は考えながらやっていく必要があるんですけれども、自分の内面です。基本的には。だから それを 内部に押し込んで歪んだ形で外に出しているのか、そのまんまスッと綺麗に外に出していくのか、生きていくのに楽なのは自分の内面がそのまま外に出ている方が取り繕わなくていいし、かっこつけなくていいので、楽だと思います。だから自分主体である方がいいということですね、その面で言うと。だから、優しすぎる人とか人の意見を気にしすぎる人とかの方が、かえって変な人が集まってきやすい傾向がありますね。まあなんとなくわかると思いますけど、悪が強いとか主張をするとかいう人のとこには、その主張が合わない人は当然寄っていかないので、まあ場合によっては批判をする方とかも当然いらっしゃるし、でもその批判は個の人間っていうのは違うものなので、違う人ですよねっていうことも同時に受け止めることができれば、批判は批判にならないというか、考え方が違うんだっていうことで多分納得できてしまうんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。だから納得しきれないタイプの人っていうのは、やはりこう内面攻撃を受けたっていうふうに勘違いしてしまうケースとかも多いので、基本は全て自分の中に要因があるということです。だから他者に
責任を求めたりとか、その外界の世界に変わってっていうことを望むのは難しい。だから、まあ、先日あの紅星人っていうねキーワードで動画でお話ししたことがあるんですけど、紅星人っていうのは何とか何とかしてくれないとか、何とかあの人はやってくれなかったとか、その自分が動けば済むだけのことを、まあ、人に要因を求める紅星人っていうのも、先生業としてはやはりどちらかというと与える側の方に回る職業になりますのでね、厳しい部分はあるかなというふうに感じています。だからそういったタイプの人のところには、その生徒さんの層もその先生はこれをしてくれないとか、こんなことをこの先生はやってくれないとか、なんかねそういうくれない系の生徒さんを集めちゃうんですよね。これ不思議な感じで。だからもしも自分にとって今居心地の悪いタイプの生徒さんが多いというふうに感じているケースがあるのであれば、まずは自分の考え方とかはそういうふうに寄っちゃってないかなっていうのを考える必要が多分あると思います。これは相談をされて感じている傾向ですね。なんで大抵こううまくいってるというか、もう毎日楽しいっていうタイプの先生は本当にそういう生徒さんしか集まってきてないってきっぱり言いますからね。だから多分その生き様そのものがあまりこう乖離してないっていうか、人間性そのまんまが外に出ちゃっているので、その外に出た人間性においてこの先生好きみたいな形の人がおそらく集まってきてると思います。ですので、まあ、まとめると、生徒さんとかの関係性においてあまりこうなんかいい生徒さんじゃないと自分が思う変な人がなんだか集まってくるなっていう場合には、基本自分の内面整理を先にした方がいいと思います。発信の言葉とか考え方の言葉の使い方とか、外向きに出しているものがそういったものを引き寄せる要因になっているケースが多いので、まず内面探索というか自分見つめっていうものをちょっとした上で発信の内容を整えていくっていうことが必要かなというふうに思いますので、ご参考になさってみてください。それでは。